困難救助隊の YouTube 始めます。困難救助のための、見聞録、684回です。オートフォーカスなので、だんだん字が見えてきます。見えましたでしょうか。見えましたかね。困難救助のための見聞録684回になりますかね。そうですね。黒田武郎です。困難救助隊です。こう走ってるマークです。結婚したくてもですね、結婚できずに、なんですか、孤独死まで追い込まれてしまうっていうのを、まあ、当事者懸念、予定者じゃなくて、諦めたら終わりですけど、そういう社会を直したいってことで、誰かが言わないと、始まりませんので、続けてやってますが、チャンスを見て、檻を見て木を見て、それまではちょっといろんなこのインプットしたものをアウトプットしていこうということで、まあ、YouTube 日記のようになっちゃってますけども、今日は2023年の令和5年の8月の27日になりましたね。今日何ですか、日曜日でしたかね。もう午後1時近くになっちゃうんですね。まだ昼飯食ってないんですね。今日はちょっと午前中1時間くらい出かける用事があったのと、あと昨日眠たくて、またこれで喋るためのね、このネタですね、ドラマを残り時間見たり、あとちょっと調べ物しちゃったりしたりですね。早い時は9時とか10時に始められるんですけど、今日はまあ飯も食わずに、午後1時近くになっちゃってます。今日はですね、東側で突然の雨が入り込んじゃいまして、ちょっと濡れちゃったりしたんですけど、2回くらいあったんですが、急いで閉めたり、ちょっとあと新聞紙をかぶせたりして、非常に不安定な天気になっちゃってますが、今は、雲がすごくね、灰色の雲やちょっと黒みがかった雲とか、なんですけど、日は今照ってる状況になってました。なってます。まだね、本当にね、35度のピークよりはそんだって3度か4度しか低くないですね。いつまで続くんだこの暑さはってことで、50日超えてるんじゃないですか、もう30度以上っていうのは。35度以上だって何十日も続いちゃってるんじゃないですかね。非常にこう暑さが続いてる年になっちゃってますね。もう毎年異常気象でも、異常気象が当たり前っていうか、夏が長引いちゃいましたね、これね。8月27日日曜日だっていうのにね。そういえばちょっと出かける用事の時の行きの時に、ちょっと虹がかかってましたね。お天気雨で虹でしたかね。なんか虹がかかってました、前にね。まあそういう風にね、虹が見えるような人生だったらありがたいんですが、まあ、本当にテカテカですよ。雲がありながら、雲の合間に太陽が見えてるんでしょうね、今ね。テカテカしてますけど、じゃあ行きましょう。1番がですね、まあ、今年亡くなっちゃったばっかりですけど、まだね、森村誠一さんですね。まあ、人間の証明とか野生の証明とかね、映画では。でテレビですけど、森村誠一サスペンスシリーズ、ちょっと今腹減ってるんで、ちょっといろいろ、まあちょっと使えたりしますけど、森村誠一サスペンスシリーズですね。 TBS だったのかな、これね。の第2作目です。これ2003年です。だからちょうどっていうか、まあ、20年ですね、約ね、経っちゃいました。これ窓っていう作品で、なんか1作目が根津甚八だったそうですけど、2作目からが三浦友和で、根津さん、あの頃からちょっとあれなんですかね、なんか調子悪くなっちゃったかなんだか、ちょっと調べないじゃったんですけど、まあ20年前で、今71歳なんですね。三浦友和の51歳の時だから、でも若いですね、三浦友和51歳の時もね。私は5歳それよりも上がっちゃいましたけどね、56歳で今この YouTube 撮影してますんで。ヒロインがね、中江由里ですけどね、まあなんていうか、リス顔っていうかね、日本
この人はなんかこう なんていうかね、本の紹介とかね、あとなんか文部省とかに呼ばれてね、なんかそっちの方の活動も増えちゃった感じですけど、まあ20年前からそういうことやってたでしょうかね、ちょっと分かんないですけど、広いんで、うん、まあちょっとね、結構長く結婚してたんですけど離婚しちゃったけど、今年に入ってから再婚されたんですかね、同い年の人とね。もう49歳になるんですね。だから、うん、まあ中よりね、まあ非常に若い頃からね活躍してますけどね、うん、でどんな話かっていうと、大雑把にですけど、まあ詳しくは喋れませんから私ね、大雑把にですけど、なんだろうな、ゲーム会社のね社長がこれ、よく悪役やる人でね、川井和夫さんでした、川井大さんですけどね、うん、なんか社長役だったんですけど、お抱えの運転手が、ハイヤーの運転手ですか、川崎健三さんですね、川崎三兄弟でしたっけ、川崎長一郎さんの弟さん、健三さんですね、が、お抱え運転手で、ハイヤーの運転手で、ところが、銃口が向けられたのに気づいてあるパーティーで、で社長をこうかばってね、ワイングラスがこうガチャンって割れるような、そういう、なんですか、映像からね、始まった感じですかね、うん、そんでね、うん、それでこう社長狙われてるんだなっていう感じでね、うん、いろいろ敵も多い人物だってことだったんですけど、でその時は助かったんですけど、こう川崎健三がこう危ないって言ってね、うん、2人とも助かったんですけど、その後でね、そのハイヤーですか、ブレーキが効かなくなっちゃって、それでこう社長乗せてますから、川合大さんだからさんね、悪役とかやってる人ですね、うん、それをこう運転手の川崎がこうブレーキいくら踏んでもこうダメになっちゃって、でこうハンドル切ってちょっとぶつかって、で川崎は助かったんですけど、社長の方がね渋滞になっちゃって、で結局死んじゃうんですけど、でそしたら普通ね、川崎怪しいかなっていう人もいるでしょうし、ね、社長が結局ターゲットなんだなっては思うでしょうけど、そこがちょっとね、どんでん返しがありまして、どんでん返しってほどでもないのかな、視点の転換がありまして、で三浦友和がね、上司があれなんですよ、野際陽子なんですよ、うん、で刑事警察でね、うん、で部下があれですね、部下っていうかね、部下っていうか、まあ、ダディじゃなくてバディなんていうか一緒に回る人で後輩ですね、が杉良太郎の息子ですね、だったですね、うん、うん、でその病院でね、会うんですけど、中井由里がその川崎健三の方の娘で、その婚約者がいましてね、なんか画家か彫刻家か分かんないですけど、それが村野武則がやってる役なんですが、それの息子と婚約してまして、うん、そんでまあ、そんで一方ではその、そっか、ちょっとねあんまり有名な俳優さん女優さんじゃないんですけど、その河合さんだっけ、の事故でね結局死んじゃった社長の息子夫婦ですね、うん、にいろいろ問い合わせて聞いたりして、そこで中井由里とその婚約者の二人とも会ってるわけですね、三浦友和がね、うん、そんである時その三浦友和がそのちょっとミーティ軽いミーティングっていうかね、二人だけの時にこの野際陽子とね上司のね、喋、ってる時に、視点を変えたらどうなのかって話で、どういうことって言ったら野際陽子が、三浦友和が、
もしかしたらこれ社長が恨みを買ってたんじゃなくて、運転手である川原崎健三の方に、が狙われたんじゃないかと。まさにその通り、図星だったんです、その通りだったんですけど、まあ、銃口向けてね。だからその銃口っていうのがね、一つのヒントになるんですよ、あの後々の。ああってね、でもね、でいろいろそのなんだっけ、元気な人いたじゃないですか、なんか新之助誰だっけな、あの結構騒ぐ人ね、なんか倉本新之助じゃなくてなんだか名前忘れちゃったんですけど、とか、あと湯江武幸とか湯江武幸とか、何人かね、 2,3 人こう若手のグループみたいな人たちが、あの別々に別個にね、あの ゲームでの著作権の恨みでしたね、古本慎之介かはね、だけどまあそれで恨みは持ってたんですけど、結局みんなこう外れでね、真犯人じゃなくて、で真犯人は川崎健三が、誰かあの恨みを思い浮かぶ人 いませんかって言ったら、三浦友和に聞かれたら、それでピンとくるんですね。そんで顔が引きつるんですけど、で怪しいなと思って、で警察がもう刑事たちが川崎健三危ないかもしれないからということでついてるわけですよ、こう援護に、防御っていうか死後にね、なんていうんですかね、警護にねついてるんですけど、それを引き払ってじゃなくて振り払って、日本語っていうのはいろいろありますけどね、これ振り払ってですよ、振り払っちゃって一人でどっか行っちゃうんですね。でそれも推理するんですけど、どっか行くとこないかみたいな、でなんかの表紙でその村の竹則のところに行くんですけどね、それで実はね、村の竹則がなんだろうな、これ窓っていうタイトルですけど、これねライフル銃っていうか、獲物を掴むやつですね、なんですか、猟銃ですね、猟銃のこのファインダーですか、窓を、今面白いんですけど、カメラのね、私の今こう録画してるカメラのオートフォーカスが動きましたけどね、窓ですからね、で、ま、窓でこう窓もかけてるし、あと娘のね、中井由里とその奥さんがちょっと先に死んじゃったらしくて、今度婚約して嫁にね行く娘とのこう父親と子の住んでるところの、ちょっとこう気が弱くなってるかなんかの時にこうふと見上げると明かりがついてて、その窓から明かりがついてて、中井由里がこう、食べ物の支度して待ってるんですけど、その窓も欠けてんじゃないですかね、窓っていうタイトルですかね、だけど中井だけど、体の建造というのは本当に物腰柔らかくて外面良くてってタイプの、その登場人物で、タクシーあハイヤーで、だけど家に帰るとそのおとなしい人にありがちなパターンって言ってましたけど、変わっちゃって、女房子供にはこう酒飲んで、ちょっと暴力っていうかこう、ひどい仕打ちね、それ具体的にはやりませんでしたけど、それのタイプだったから、だから複雑だったっていうことだそうですよ。そんでお母さん先に亡くなっちゃってますからね、そんな仲よりも、だけど、でもそれもちょっとどっちかっていうとその人情物っぽい作りで、TBS だからってこともないでしょうけど、前回のすごく良かったドラマのなんかなんだっけな、前回ね、何でしたっけ、女タクシードライバーの事件西野さんですね、これもドラマなんでね、なかなかこの再放送とかも難しいし、これは本当にね、本当ハードボイルドですから、そのな泣かせるって感じではなかったんですけど、まあ、ちょっとねうるうるはきますけど、またねちょっと、テイストがね似てるようで違うような感じでしたけど、ちょっとねやっぱ人情もんっていうか、あとなんか映像もね、 TBS の映像っていうのは、ね、何でしたっけ、ちょっとね明るい感じがするっていうかね、浅見光彦シリーズでもね、TBS の場合のロケ地みたいな雰囲気だとちょっと明るさが強い感じしますよね、私の感覚ですけどね見たら同じじゃねえかとかね、
逆じゃねえかとか言われちゃうかもしれないですけど、まあ、とにかくね今回はもうね今回父と娘がねやっぱ確執ですね。それと並行して三浦友和の刑事とこれも娘がいるんですけど、うん、それで奥さんがちょっと茨城でいうとね、こう去年だったか今年だったか今年かまだ、ね、びっくりですけどね、渡辺徹は病気で死んじゃいましたけど、三浦春馬がねやっぱ自殺で死んじゃってますけど、その前にね、だけど茨城ね、茨城の俳優たちね、であれですよ、渡辺、誰だっけ、ファイト一発ですよ、誰だっけ、今ちょっとど忘れしちゃったけど、ケイン小杉とやったり、ケイン小杉じゃねえ、なんかね、ファイト一発出てね、渡辺、なんだっけな、3文字か4文字ですよね、2文字じゃないよね、ね、なんだっけな、渡辺大だっけな、あの人もまさか自殺しちゃうとは思わなかったですけどね、で、原秀子、で、その20年前のドラマで、その今回の森村誠一サスペンスシリーズの、これは 2なんですね、窓。2003年では原秀子がね三浦友和の奥さん役なんですけど、そのやっぱり、三浦友和が仕事とかそういう人なんですよね、なんかど真面目で固い人間で硬派なんだけど女性にはこうねちょっとうまくこう関われないっていうかね、優しさはあるんだけどうまく出せないっていうタイプなんですね、古い明治男みたいなタイプですか。だからそれでちょっと嫌になっちゃって離婚しちゃってるんですけど、でもお互い心がこうまだ残ってるというか通じ合ってるんですね、これね、もう愛しちゃってるんですね、三浦友和の子、原秀子演じるで看護師の妻なんですね、刑事と看護師ですけどね、なんかありがちな感じもしますけど、警察官と看護師さん、ね、なんかでその娘が一人、この娘がやっぱこう復縁させようとしたり、それでもまた喧嘩になっちゃったりするんですけど、でまた、病院の医者がちょっとアプローチかけてて付き合ってんじゃないのとか言うわけです。そうすると三浦友和がまだ心残っちゃってますから、離婚されてもカチンと来ちゃってて、それでこう原秀子が来てもまたこううまくいかずにこう喧嘩別れ、口喧嘩別れになっちゃうんですけど、だけどでそれもね最後にはねちょっと丸く収まる感じで、で3作目からどうなってるか分かんないですけど、見てないからでちょっと調べてもないんで、2作目では そんな感じですね。で三浦友和としてはその初回ですからね、1回目が根津甚八だったわけですからね、まあ、これも全然見てないですけど、ウィキペディアとかでねちょっとネットで調べてね、だから3作目4作目とどうなっていくか分かんないですけど、ちょっと真面目すぎる旦那でね、ちょっと仕事に、入りすぎるのか、それのやっぱりちょっとずらしたバージョンで、川原崎健三がね奥さんに死んじゃってますけど、娘中井ゆりの役がね、中井ゆりがこうやっぱりねこうお父さんちょっと頭きた面もあったけど本当にで、そので結局村野武則が誤って、獲物と間違えて人間を射殺しちゃってるわけですよ。それを通りがかった川原崎健三が送ってあげますよって感じになったのがね、最初はそれで、別段何もなかったんですけど、村野武則がね射殺してした犯人、真犯人がね結局その後々ね気づいてしまったらどうしようってこう思ってたっていうね、でいずれ気づいたらどうなるかっていうことだったそうなんで、それでこう猟銃でこう川合信夫さんじゃなくて何だっけな、その社長じゃなくてね、ゲーム会社のそのお抱え運転手である川合健三をこう狙ったのに、みんな社長だと思いましたけど、それが村野武則だったんですね。まあもちろんその時には映像では村野武則だって知らせませんけどね、こう見せないようにしてますけどね、顔をね、だけど、その時のこう銃口向けられるんですよ。で非常に危険なパターンなんですけど、それでその後で、まあ、2時間ドラマだとよくある崖のシーンで、ね、一見落着したら刑事が来るみたいなシーンありますけど、こっちは落着してないのに三浦友和の刑事がこうダダッと入っていっちゃうんですね。でそしたら2人が銃口を向けられるわけですよ。
でちょっとやっぱ三浦友和までピンチかだって思うんですけど、でどうやってあれかな、でしまいには中井由里と息子まで来ちゃって、で息子がこれ本当にあの思ってるんでしょうね、あのこう中井由里に何かしたら実の父親でも許さねえぞって言いましたから、本当だから愛がありますのをやっぱりあの表現してましたね、でその前に私に何かあってもみたいなことは言わないんですけど、あの唐月健三がこう2人に対して、あれこれが驚くべきことに、まあ、偶然なんでしょうけど、あのわざとじゃないよって言ってましたから、あの村野だけの被害妄想であのわざとこう婚約させたんだろうみたいに言ってるんですけど、違っててね、あのやっぱ2人愛し合ってて偶然それで、その村野武則の息子と唐月健三の娘役ですけどね、あの中井由里が婚約するわけなんですけど、で何か今後何があっても2人は別れるなよって諭してましたから、だから最悪のパターンだと婚約者の中井由里の父親が、婚約者の、青年のね、中井由里と婚約してるのにこう加害者の親と被害者の親同士になっちゃうっていうね、だパターンとしてはね、だからあのだから前回ね非常にいいドラマだと思ったあれでしょ、あの、なんだっけ、タクシードライバーの女タクシードライバーの事件日誌の3ですね、2005年、これもね時間も近いですけどね、撮影したね、これもどっちかというと加害者のねリレーションじゃなくて、半分弱じゃなくてね、陽気巫女のね、女タクシードライバーの事件日誌ではの3では被害者の娘が違うよ、加害者の娘が、そうそう、加害者が大杉蓮だったんですよ、で加害者の娘が篠原ですね、篠原智恵だったわけですよ、でそれと被害者の息子、これが桂山慎吾ですか、だったのがやっぱりこう好き合っちゃうんですね、好きにな本当に心から愛し合っちゃうんですね、だから似たようなパターンであるんですけど、まあ私としてはね人によって違うのかもしれないですけど、まあ陽気巫女のねあのドラマの方が、女タクシードライバーの方が3の方が今回のまあ三浦友和のね主演のまあ、森村誠一サスペンスシリーズの2作のね、窓ですね、よりも泣けましたけど、号泣しちゃいますけどね、陽気巫女の方がね、これは人によって違うのかもしれないですけど、まあ2時間ドラマはねこうシリーズものにしてもね、タイトルが長かったりいろいろごちゃごちゃになっちゃうんで、もうそれだけで時間かかっちゃうぐらいですけど、まあそんな感じ で結局最後は肩を猟銃で撃たれちゃうんですけど、でだけど唐月健三は一命を取り留めて、でまあ息子たちもね、被害者と加害者の息子と娘っていうか、結局は自首させてね、で殺すつもりでこうやったといっても、いざこう猟銃が発砲されちゃって、そうすると唐月健三に悪かったなってこう村の竹野にも、まあ、正気に帰るんでしょうね、突発的な気持ちとまたこう後ではね正気に帰っちゃって悪かったなって言ってたっていうし、でハッピーエンドはハッピーエンドですね、ちょっと、だかわいそうなのはね、その男性ですよね、以前村の竹則にこう、猟銃でね、動物とね鹿とかイノシシとかと間違えられて、熊とかね、熊なかなか大変ですけどね、鹿とかイノシシとかね、まあなんか獣ゴソゴソって言ってそれを間違って撃っちゃってね、人間をね、それで死んじゃった人が一番かわいそうですけどね、ちょい役ですけどね、そういうね、なんか父と娘のね、愛と憎しみみたいなね、だ今そういうのがなくなっちゃったから、だって父親が小娘ね、大久保公園の
ね、立ちんぼ女飼ってるような父親とね、あと、そしたらね、大久保公園でばったり娘と出会っちゃったりしてね、で母親もパンパンありとかね、昭和20年のね、あのコロッとね、次の日からこう日本人あの、ね、寝返ってね、米兵のね、愛人、愛人どこじゃないですよね、性のおもちゃですよね、道具ですよね、なっちゃったようなね、そんな女家族じゃね、どうしようもないですから、うん、まあまあパターンちょっと違いますけど、うん、そんなドラマでね、うん、あとはなんだっけな、うん、そうだな、うん、そんなドラマでしたけどね、うん、ちょっとね、その被害者がね、社長じゃなくてそのお抱え運転手の方だったっていうような視点の転換とかですね、固定観念をちょっと変えるとかね、うん、で父と子の愛情と憎しみ、本心は愛してるのに、あとこうね、口ではね、ちょっと喧嘩してしまうとかね、非常にこの人情ものの、うん、悪くはない作りでしたね、うん、なかなか本当に20年前くらいね、うん、やっぱりこうドラマを作る側の方々もね、2時間ドラマも、うん、本当に、こう気持ちを込めてね、作ってたんだなっていうようなもんだったんじゃないですかね、うん、こうやってね、2時間ドラマちょっと一つ、今日まで含めてもう1時20分頃に昼間になっちゃったんですけどね、まあもう飯食いたいですけどね、これ勝手にやってるんでしょうがないですけど、私がね、あとあの日本ハムファイターズ見ちゃうんでね、なかなか2時間ドラマもなかなかきつい時間的に、ね、なっちゃうんですけど、昨日はね7対0でね、一昨日が5対0で負けたのに昨日は7対0で勝つっていうね、なんかこう、うん、で5位と6位ですからね、で昨日日ハムが勝ってまた 0.5 ゲーム差で5位の西武に迫りましたけど、今日だから勝てば変わりますけどね、またね、あの13連敗が痛かったですよね、あれが、ね、なければ4位で、ね、いたのに、そこからこうガツンと大きい、ごつんですか、ガクンですか、落ちちゃいますけど、また這い上がってきましたけどね、うん、で清宮がね4番バッターになってたら30何打数で2安打しか打てなくて、で2割8分から9分あった打率が試合前は昨日の2割5分9厘まで落ちちゃって、あれはどこまで落ちるんだよと思ったんですけど、で後でね、さすがに新庄剛志監督が今回は下ろそうかと思ってたそうでしたけど、いや怖かった、紙一重ですね、下ろさずにマルティネスを4番にして3番にね持ってきましたね、清宮をね、小太郎をね、そしたら初回から先制タイムリーですよ、2塁打打ってツーベースで、いやーよかったなーって思って、ちょっと、スマートフォンで見てましたからね、ちょっとね、ちょっとね、でか、2打席目が2回にやってきちゃって早くも、そしたらで2アウト満塁になったんですよ、ぐんぐんぐんじがフォアボール選んで、うん、あと奈良間もそうなんですね、うん、だけど大体そこで得点圏打率はというか、アウトになるのが今までの清宮だったんですよ。ところが今度はね、初回がもうちょっとでホームランってくらいのフェンスにぶち当たっちゃったのかな、あれもね、一昨日とか昨日まで、一昨日までの試合だったら取られちゃってたのがうまくフェンスに当たったのかな、でそれを跳ね返りを取ったのかな、でもタイムリーですよね、1点ですよね、だけど先制タイムリーですよね、だけど2打席目早くも2回に来ちゃって、で早くも2打席目っていうかね、3回だったか2回ですよね、2回だと7対0になっちゃうんですけど、そこから逆に新庄剛志監督、なんでその後取れないんだよと、あと2点ぐらい追加して9対0ぐらいで勝たなきゃダメなんだよって言われたんですけど、で高橋コーナーもね、西武のね高橋コーナーもあれライオンズだから、あれじゃないですか、
何かのね選手がこうライオンをイメージしてるんでしょうね、あれね。まあ日ハムでいうとポンセか、ノーノーのポンセね、ノーヒットノーランのポンセもこう言ってますけど、うん、髪の毛ね、あのライオンのたてがみをイメージしてるんですかね。うん、高橋コーナーメタ打ちにしたんですけど、その後立ち直らせちゃったんですね、少しね。だからね、だけど2アウト満塁で清宮は今度はあのレフト方向にね流し打ちですごい綺麗なやっぱり二塁打を打っちゃって、右へ左への広角打法で右へ左へのね引っ張って流してででっかいのができましたからね。でその後フォアボールも2つあったんですけど、でセカンドゴロがなぜか多いんですけど、ちょっと1つアウトになっちゃってセカンドゴロだったようなんですけど、私はねダゾーンで後からね、そのヒットツーベース2本を見ましたけど、あとはフォアボールということで、だから戻ってきましたね、その絶好調の時の清宮に。昨日はね、今日戻っちゃっまた不調に戻っちゃったら困っちゃいますけど、だから復調しましたけど、だからやればできる実力が出たんですよ、清宮幸太郎は。でよかったですよね。で伊藤大海まで調子ついちゃって完封しちゃったんですけどね。でプロ入り初の無四球、デッドボールもフォアボールもなしの完封勝ちだったそうですから、だからまあエスコンフィールドだったらおそらく伊藤大海に加えて清宮ともう一人くらい出てたんでしょうけど、最後のねヒーローインタビュー、西武球場だったですから、西武球場なんで伊藤大海だけがインタビューでね。ただ守備でも活躍してましたね、やっぱりね万波の返球をね、1年先輩清宮幸太郎がすごいナイスキャッチするのもあったですけど、万波の肩とか万波の送球がもてはやされましたけど、やっぱ後輩1年後輩思いのね清宮が万波、昨日はねレフトでまだ不慣れのね変わったばかりのね、なかなか内野手から外野手というのはいないみたいですけど、コンバットするのが野村の返球もね良かったみたいで、それをもう清宮がキャッチしてるみたいで、大活躍でした清宮幸太郎、大活躍でしたよ。こんないい要因はないですよね。だけど今日はもう5時からね、なぜかね土日なのに昨日もね半分泣いたみたいなね、5時ってね暑いからですかね西武球場ね、5時なんですよ。で今日もね今もう1時半近くになっちゃってますけど、だむっちゃくちゃ休みの時間もむっちゃくちゃになっちゃってますからね、昼飯がね本当にもう勝手にやってるだけですから、早く食えよって、食ってからやれよって、でも食ってからやったらねこれだけやる気なくなっちゃうと思ってねちょっとやったんですけど、もう時間が経つのは早いですね。じゃあ行きましょう。このその他を飛び越して何がその他だったのか分かりませんけど、石川達郎の流れゆく日々から、1974年、昭和49年のこれ老眼なんでねちょっとメガネ外します、近視乱視のね、あれ持ってるんですけど、この、クリップ式のなんですか老眼鏡っていうんですか、持ってるんですけど、まあ、外しても見えるんで、外してもつけても見えるって何ですかね、こういうの10月10日を読みます。これね非常にねこういう人がいた、体育の日だったですね当時はね。今は曜日か第2曜日とか第1曜日とかそんなので決めちゃうんでしたっけ。当時はね10月10日って決まってましたよね、東京オリンピックやった日っていうことでね。今変わっちゃいましたけどね、ずらしてもいいですね。晴れだったそうです、その10月10日っていうのはよく晴れるっていう確率の日でもあるとかなんとかとか言われてましたからね。これ昭和49年の石川達夫さんの1974年の10月10日で、何度も書いてるんですけど、石川達夫さん著作権の問題とかに非常に尽力した人でね、作家のね。で戦争の時にねその伏せ字にさせられたりね、なんかそういう自由と報道みたいな、そっちの自由とかそういうモラルとかそういうなんですか伏せ字とか、そんな風にそっちの方に非常に考えてた人なんですけど、当時ね50年前の話ですよ、しかもこれがね今喋るのは、それから50年経っちゃってるんですけど、
余計ひどくなっちゃってますけど、日本ね、その50年前の昭和49年10月10日に石川達夫さんがね、芥川賞の第1回受賞者ですけど、自由解放の風潮が進むにつれて人間の孤立化がしきりに言われる、家族制度の廃止がその傾向をもたらした一つの原因でもあった、親子関係も夫婦関係も弱体化し、肉親という結びつきも自由と両立しないもののように感じられているらしい。また性解放と同時に、性というのは立身弁のあれですよね、セックスですね、セックスリボリューションですか、リボリューションは違うか、あれは革命か、性解放とともにと同時に恋愛はほとんど無意味なものになりつつある、うん、当然の結果としてモラルの低下は防ぐ術もない勢いとなってきた。元来モラルとは人間関係を大切に思うことから発するものであって、人間関係が薄れ生活感情の孤立化が進むにつれてモラルは彼にとって不必要なものになっていく。おそらく彼らはモラルの衰退を衰退とは思わず、むしろ当然のこと、合理的な生活態度として感じているに違いない。だから学校で道徳教育という科目をこしらえてみたところで何の意味もない。そんなの関係ねえ、何の意味もねえ。あ、おパッピー、おパッピーですよね、うん、どこまで読んだっけ、注釈入れちゃった。道徳感情はあらゆる生活環境から来た結果であって、勉強すればいつでも簡単に身につけられるというようなものではない。私たちはもはや古い人間だから、他人が一定基準のモラルを持っていてくれることを期待しているが、実はその基準はすでに外れ崩れ、いつの間にかずっとレベルの低いものにまで落ちているのだ。したがってこれから先は低いレベルのモラルに基準を合わせ、それを当然のこととみて、武蔵流の高いモラルを他人に期待しないように了見を入れ替えておかなくてはならない。礼儀作法の低下ということもこの問題と直接関連がある。これですよね、関連がある。だから結局モラル意識が低くなっちゃったから、男も女も自分をダメにする、で周りはこう自分をダメにしてしまうような、だから中島みゆきでいうと、 TOKIO でいうと、うん、何ですか、お前のオールを任せるなですよね。その何でしたっけ、だから思ってもみないで利用してやろうというやつらですね、性の道具にしか しないようなやつらに金をせびるような、そんな悪徳関係ですよね。そんな大久保公園の立ちんぼ女子小学生から女子 OL までのバカ女ですね、バカ女ですよ。結局人間の形をしている、なんていうのかな、ゴミですね。そんなの増やしちゃったから、それは周りが悪かったですけどね、うん、だからこんなへんてこりんな国になっちゃったわけですよ、うん、ゴミとは結婚したくないですもんね。でフェミニストとかウーマンリブなんて言ってる連中は、そんなやつらをもてはやすっていうか、守っちゃいますから、で教育しようとしないんですよ。もう無理だと思ってるんじゃないですか、頭バカになっちゃってから、ラリルレホになっちゃってますから、バラバラのマイトになっちゃってますから、うん、だからね、教育の失敗です、戦後教育の失敗ですよね。でその失敗された人間たちだから、みんな枠が分かんなくなっちゃってるんですよ、うん、だからね、いくら希釈したって放射能の水は放射能のトリチウムの水ですから、うん、道徳がないから、それが希釈すればいいだろうとか、弁償金払えばいいだろうとか、そんなもうちぐはぐな、心の痛みが分かんなくなっちゃってるバカなんですね。それが性教育にも現れちゃってるんで、うん、だエイズ野郎エイズ女なんですよ。子宮頸がんのワクチンをいくら普及したって子宮頸がんは減りませんよ。本当に子宮頸がんを減らしたいんだったら、乱交フリーセックスをやめろっていうことなんですよ。その本当の、理屈が分かんなくなっちゃってるんですね。まあ私が何言ったって分かんないと思います、まあ、バカだから。でフェミニストとかウーマンリブとかやってた、ヒッピー族の
何ですか、カスですか、名残ですか、そんなのバカしかいませんから今ので、透明よとか言って、目が違っちゃってますから、そんな女たちかわいそうに、とかわいそうなんですよ、だから、周り親やその親の世代とか周りが悪いんですから、教育の失敗なんですから、だから被害者なんですよ一番、何がいいか悪いか分かんなくなっちゃったんですから、だから金があれば裕福に暮らせるかなと思って、自分の身をなんですか、いろんなやつらに、金の関係ですよね、愛の関係じゃなくてね、性の関係を、愛の関係じゃなくて、愛があれば決まった人との愛になりますから、これ、それを勘違いしちゃってるんですね、そうなんですよね、まあちょっとね、もっと私自身が努力しないとね、もっと説得力のある動画をしなきゃいけないんですけど、ただいくら何言ったって分かんなくなっちゃう、受け手の側が何にも受容体がなくてね、分かんなくなっちゃったら本当終わりだと思うんですよね、まだ終わってないと思うから、結婚な問題だってね、だってまだまだ終わってないと思えば終わってないはずなんですよこれ、で社会っていうのはね、本当にが崩れちゃってレベルが低くなっちゃった時に、それをねどうやって挽回するかっていうのは非常に難しいですけどね、確かにまあ若い頃の方が魅力ありますよ、男だって女だって、結婚だってね、分からずにしちゃったって修正が効きますからね、当人同士で、それだけ柔らかいんですけど、年取っちゃったらだんだんそれが不利になっていくし、みんなバカばかりになっちゃって、ゴミばかりに、カスばかりになっちゃってどうしようもなくなっちゃうんですけど、そっからどうこう思い直すかですよね、まだ自分はやり直せるんだってね、それは男もそうですけど、私は男を中心に、男ですからそう言ってますけど、女の人だってそうだと信じたいですよ、こう思い起こせば昔の純粋だった時代を取り返せるんだって、そのためには男も女も昔のね純粋だった時代を思い返すためには、男だけでもダメだし女だけでもダメだから、そういうことが大事なのに、 LGBT とかホモとかオカマとかレズビアンの人はそれはそれでこう、自分たちで辛い思いしたりして努力してるかもしれないですけど、異性愛者っていうのはそういう多様性だ自由だとかそんなのでこう紛れ込まされないで、男なんだ女なんだっていうことで昔を思い出して、純粋な時代を思い出して、男は憧れた人が純粋な人だから憧れて、こう女も逆もそうだし、でそうやって一人と一人特定な人がステディな人が結びついて、そうやって一生を終えられる間にまっすぐな子供がね2人か3人ね、こうやってお父さん思いのお母さん思いの家族思いの子供ができてって、それで死んでいけば幸せなのに、孤独死って何なんですか、それができなかったからですよ、男には女、女には男、その片割れのはずの人がぶっ壊れちゃってたからですよ、社会の毒のせいで。取り返しましょう、でもなんとか頑張って取り返せるんだと信じて、本当はねライフサイクル、ライフステージ、時間っていうのは大事なんですよ、その時っていうのはあるんですよ、幼児期、思春期、青年期、実年期、老年期とか、その時その時のその時のその時の段取りをきちっとしてきた人はもうすでに何て言うんですか、苦労しながらもちゃんとやってきてんですよ、で子供さんがいて、だけどそれをぶっ壊されてきたんですから、フェミニズムとかウーマンリブで結婚も自由、自由と多様性とか言ってぶっ壊されてきたんです、それの犠牲者が結婚したくても結婚できなかった、人が孤独死まで追い込まれているっていうことで、リアルタイムなんですね、これを。だからどっかでこれを直さなきゃなんない、そのためにはフェミニストとかルーマンリブみたいなバカな男や女をバカなんだって言って思い知らせなきゃダメなんですよ、甘くちゃダメなんですよ、そいつはバカなんですから、本当のバカなんですから。
うん、犯罪者ダメですよ。だから犯罪者ダメなんですよ本当に。そいつらは何がフェミニズムだ、何がウマニブだ、どれだけあの犠牲者孤独死までの人間を作ってきたんだですよ。で男は男で孤独死したっていいじゃねえかとか、自由や多様性だとか甘くなっちゃったんです。あのなんかなへへへみたいなやつらになっちゃったんですよ。何が伸びたですよ。藤子不二雄なんかバカですよ、あの野郎らなん。ジャイアンとかスネ夫とか静香ちゃんとか作っちゃって、伸び伸びたでどれだけあのいじめられたんですか、そういう人に似てる人が。藤子不二雄なんかほんと地獄に落ちおろですよ、バカな。あと何ですか、あの寅さんだってそうですよ。山田洋次、寅さんなんか作っちゃったからなんか甘くなっちゃって、結婚できるようにしろよですよ。もうまあリリーと結婚できたのかもしれないですけど、結婚みたいなのできたのかもしれないですけど、甘すぎるんですよ藤子不二雄とか。あの甘いというより偽善者なんですよ山田洋次にしたって。どれだけの孤独死をの男を産んじゃってんですか。女もそうでしょうけど、もっと違うドラマを作れよ、漫画を作れよですよ。いまだにドラえもんなんか人気になっちゃってるんじゃないですか。のび太に似てるからってどれだけの人がひどい思いをしたんですか、このバカ藤子不二雄クソ。